ちなみになんですけども、オタク部屋の本棚が天井までこうやって詰められていて、 VHS のビデオテープから、それから学ランね、空手の道着で、いろんな会社の資料、これ座って閲覧するとこですね、いっぱいあるでしょ。で、ここが居住スペースです。わずか税 0.5 畳で、いっぱい書籍があって、夏場のためのエアコンがあって、こっちも書籍がガーッとあってね、ちょっと女の子のフィギュアが上の方にありますね。で、窓も埋め尽くすぐらい本棚があって、ほら、ぎっちり刀がありますね。で、ステレオがあって、これ下の方も本で詰まってますかね、本とか DVD とか CD で。で、これはね、ナイトライダーの、ディオゴステインです。で、ナイトライダーセットがここにありますね。こんな感じです。すごいありますよ。だからここはね、宇宙戦艦ヤマトのコーナーですね、縦割りで。これね、波動砲の発射の引き金ですね、これはね。これまだヤマトが、これね、本とか DVD があります。フィギュアとか超合金とかね、もうキリがないですね。箱があって、これ押し入れにもがっつり入ってるんですよ。今度紹介しますね。まあとにかくね、私の欲しかったものが全部ね、ここにありますね。まだまだ詰め込もうかと思ってます。これはメガデスのキング V っていうギターですね。20万ぐらいしたんですよ、これも。高かった。気になる書籍、10年後の日本ですね。与沢翼さんの本もあったりとかね、大好きな岡田由紀子ちゃんのフル CD、 これはね、クラッシャー・ジョーの小説ですね。ジャンキ流書籍すべてあります。ちょっとやるっきゃないとみたいな本もありますしね。エンジェルみたいなのありますね。で、不思議の海のナディアとかね、CD もがっつりあります。DVD、アニメとか、いいですね。いっぱいあって。はい。まだまだ紹介します、今度ね。